ローマの信徒への手紙は、新約聖書中の一書で、使徒パウロの手によるとされる書簡。ローマ人への手紙や、ローマ書などとも呼ばれる。本書は、パウロ本人によって書かれたものであるとみなされている七つの手紙の一つである。19世紀ドイツの中敏原学派を代表する学者で、パウロ書簡の多くを本人のものでないと考えていた。 フェルディナント・クリスティアン・バウアンさエパウロのものと認めていた。本書はコリントスあるいは本書の筆記者テルテオがいるケンクレアイにおいて書かれたと思われる。ケンクレアイのフェベがローマに送り、コリントスの画用が執筆中に傍らにいたという。さらに、コリントの町の会計係をエラストが務めていたという。書簡中には執筆時期を伺わせる記述はないが、 おそらくパウロがエルサレム教会のための募金を行い、聖なる者たちに仕えるためにエルサレムを訪問しようとしていた頃であると考えられる。すなわち第2回ギリシア訪問の頃で58年初頭のローマ訪問の直前の冬であろう。ローマのキリスト者共同体は精霊降臨に合わせた人々のいずれかによって作られたのであろう。当時、ローマには 多数のユダヤ人が在住していた。シナゴーグにはローマ市民も出入りしていたため、まず彼らがユダヤ人を通してイエスキリストについて知るようになったと考えられる。こうしてユダヤ人と違法人からなるローマのキリスト者、共同体が生まれた。パウロがローマにやってくると信徒たちの歓迎を受けたが、信徒の数は多数いたと考えられ、集会の場所も複数あったことががえる。 ローマ書が扱うことからの多くはガラテヤの信徒への手紙などそれ以前に書かれた書簡でも扱われる。パウロが本書簡を執筆した目的は15章の後半に書かれている。それによればなどが執筆の目的であることがわかる。もともとローマの共同体はユダヤ人キリスト教徒によって設立されたのだが十九年のクラウディウス帝によるユダヤ人のローマ追放によって 違法人キリスト教徒が主導権を握るようになっていた。54年にクラウニウス帝が死去してユダヤ人がローマに戻ってくるとユダヤ教の習慣の遵守をめぐって争いが起きるようになった。本書の中心テーマはイエスキリストへの信仰を通して得られる救いである。パウロはアブラハムを引き合いに出してキリストによる神の恩寵を強調し人髪と決定させられるのは 信者の側の信仰と結びついた神の側のこの温調の身によることを力説している。また、ユダヤ人にも違法人にも誇ったり自分を他の人よりも高めたりする理由は何もないことに注目させている。五章から八章にかけてパウロは信じる者は救いの約束を受け罪と立法の首輝きから解放されると論じている。ただし、 立法や決まり事は自分の行いが悪であり、罪であることに気づかせてくれる、として良いものとみなしている反面、人間にできることは罪の自覚を得ることのみで救済には至らないと結論づけている。パウロは信仰によってギッとされ、信じる者はイエスと共にあり、罪から解放されるという。さらに信じる者は希望を持って喜ぶべきである。また、この約束は、 すべてのものに開かれているので、すべての人が罪によって、神から離れたように、イエスの償いによっては、すべての人の罪が許されるという。9章から11章にかけてはパウロは、神が選んだイスラエルに対して忠実であられたことに、触れ、同じように神は信じるものに忠実であられることを思い起こさせる。パウロは、自身も、イスラエルの一員であり、かつて、 キリスト者を迫害していたため、イスラエルの民が皆この真実に気づくことを望んでいる。パウロは、神がかつてイスラエルの民を選んだように、キリストに従う者を新しい民として選ぶという。12章から15章前半では、パウロは、福音がいかに人を変えるか、そして変えられた人は、どのように振る舞うべきかを述べている。 さらにユダヤ教の習慣を固守すると、そうでない人々の間の緊張関係についても述べている。書簡の終わりにパウロは今後の旅行計画と挨拶を述べている。名前が出ている21人のうち3分の1は女性であるが、これはローマの共同体で女性が大きな役割を担っていたことを示すものである。パウロは当時、ディアトリベと呼ばれた論爆スタイルを用いている。パウロは ある問題をめぐって、問題提起者にごき鋭く反論する。この手紙でもパウロは、時にユダヤ人に対し、時に違法人に対し、またあるいは全信徒に対して意見を述べるというスタイルをとっている。ローマ書では、パウロ神学とも言うべきものが明白に打ち出されており、初期キリスト教思想の根底を作るものとなった。マルティン・ルターは、ローマ書を 新約聖書中最も重要な書簡であり、すべてのキリスト者によって生読されるべきものと激唱している。ローマ書の歩みという言葉があるが、それはローマ書に現れる極を追っていくことで、人間個人の救いの道が現れるというものである。例えば、ローマ書はプロテスタンティズムの歴史の中で大きな意味を持った書となってきた。 マルティン・ルターは1515 15年から1516年にかけてローマ書講義を行ったが、そこから組み上げた思想が1517年の95箇条の論題に滲み出ることになり、宗教改革の唇を切ることにつながった。1738年にはローマ書に付けられたルターによる全文を読んでいたジョン・ウェス・レイが不思議と心が温かくなる改心体験をし、 メソジスト運動につながった。1919年、カール・バルトがギリシャ語聖書を自ら翻訳し、独自の注釈もつけたローマ書注釈の発刊は、後に新生党主義、弁償方神学などと呼ばれる神学思想となった。バルトは、実著で文化プロテスタント主義に対し、神学のテーマが人間学に解消されているとして攻撃的な批判をし、 本来のテーマの回復を目指して、キリストの重要さを説いた。ルターは救いに必要なものは信仰のみであるとして、救いにおける人間の行いも重視したカトリック教会を批判したが、カトリック教会では、ローマ書に5から11にははっきりと人間の行いの重要性も書かれているということを指摘してきた。ありがとうございます。